これを視聴してくれている皆さんは、海上自衛隊が世界に誇る US-2 救難飛行艇をご存知かな？アメリカ海軍ですら、その性能に関心を持っており、実際に視察を行っているくらいみたいだね。その US-2 救難飛行艇の8機目を海上自衛隊が納入したわけだぜ。さて今回はそんな US-2 救難飛行艇について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年5月24日、新名は航洋より、通算で8機目となる US-2 救難飛行艇が海上自衛隊へ納品され、晴れて岩国基地に配備されることになったよ。2007年3月の初号機から今もなお日本の海難救助活動に従事しており、これからも多くの命を救うことが期待されているね。US-2 救難飛行艇の初舷に関しては、乗員11名、全長 33.25 メートル、全幅 33.15 メートル、全高 10.06 メートルの規模艦となっているんだ。これを見ると世界でも最大規模の飛行艇と言われるのも納得がいき、最大時速 580km、巡航時では 470km、航続距離も 4700km に達すると言われているんだって。この US-2 救難飛行艇の最大の特徴と言われ、世界の各国から注目されているのが圧倒的な短距離着水を可能としている点だと言っていいんじゃないかな。離水距離 280m、着水距離 330m、着水可能な波の高さも3メートルと世界の飛行艇の中でも群を抜いているくらいだよ。救難飛行艇として世界9カ国において採用されている、カナダのボンバルディア社製の CL415 飛行艇は離水距離が808メートルで着水距離が665メートル、着水可能な波の高さが 1.8 メートルとなっており、その差を見ても歴然だよな。このような高性能な機能を持つ US-2 救難飛行艇だが、なぜか海外での採用例は一つもない。なぜなら、US-2 救難飛行艇は生産数も限られており、1機あたりの価格が120億円を超えているからだぜ。だからこそ世界の国々も注目はするけど、いざとなると購入を渋ってしまうんだね。その中でも、導入間近まで交渉していたインドだったけど、ロシア製の B200 飛行艇の1機あたり75億円という安価な型に食いつき、性能は大幅に劣るものの、コスト面で負けてしまったんだ。しかも、インドはもともとロシアとつながりが強いことから、単純な金額面だけではなく、購入後のアフターフォローなども充実していると推察されるよ。いかに日本の US-2 救難飛行艇が高性能といっても、そもそもロシアの優位性が高かったんだ。しかし、現状を見てもロシアの生産性の低下が顕著になってきていて、当然だが、ウクライナ有事による西側諸国からの経済制裁が起因となっていて、B200 飛行艇の生産も止めざるを得なくなっているぜ。それでもインドはロシアに対して経済制裁を行っていないことや、行き先を失ったロシア産の原油を購入するなど、独自の路線を選択していることから、二国間の関係は良い方向で進んでおり、今後も価格面などで合意が取られれば、取引は順調に進められるだろうな。一方で US-2 救難飛行艇の外観のデザインや救難飛行艇としてのコンセプトなどは、前モデルである US-1 飛行艇を踏襲していることが見た目でもわかるよ。この US-1 飛行艇も同様に、新名は航洋が手掛けた機体であり、1976年から2017年まで立派に役目を果たしたんだ。実はこの US-1 飛行艇はオリジナルの開発ではなく、海上自衛隊が1970年に採用された PS-1 という新名は航洋が製造した、対潜水艦用哨戒機がベースとなっているみたい。その当時、日本の脅威となっていた旧ソ連の潜水艦への対抗策として、US-1 飛行艇は機体自体を海面に着水させた後に搭載する吊り下ろし式の対潜用ソナーを使用するタイプであったんだけど、その方式はすぐに陳腐化する結果となり、当時世界の対潜哨戒の分野においてトップを走るアメリカ海軍の機体から投下するその V 式の潜水艦探査手法が躍り出ており、これは1968年に初飛行させたロッキード社の P-3C 対潜哨戒機において実用化を果たしているね。それで、
海上自衛隊は US-1 飛行艇の調達を23機で打ち止め、1981年にアメリカ海軍に倣ってロッキード社製の P-3C 対潜哨戒機を導入する運びとなったわけだな。ちなみに同機は川崎重工業者がライセンス生産を行うなどして、その後、100機以上が調達されており、海上自衛隊では同社製の国産 P-1 哨戒機を2013年正式採用へと発展を遂げたぜ。2022年度末においても P-3C 対潜哨戒機40機の保有を継続していたことから、残るこれらを海外の国々に対して払い下げる計画も進められているけど、またもや交渉負けしている模様が伺えるよ。中でも南シナ海での監視能力強化を図るフィリピンが P-3C の購入を希望していたけど、後の運用に高度な能力を必要とし、維持費も高い P-3C に代わり、より扱いやすく維持費が安い方の TC-90 に変更となっているんだ。P-3C 対潜哨戒機の代替になった川崎重工業社製の P-1 哨戒機は、この流れで、日本政府は P-1 哨戒機を海外に売り込む案を模索していたが、有力視された国々の大半はアメリカのボーイング社製の P-8 哨戒機を採用して、またもや交渉に惜敗しているんだ。武器輸出の規制が緩和された日本としては、どうにか販路の開拓を行いたいわけだけど、やはり海外輸出の望みは今のところ薄いようだね。PS-1 対潜哨戒飛行艇から US-1 飛行艇を経て開発された US-2 救難飛行艇であるが、この製造元である新明和工業は、太平洋戦争まで、これらにつながる飛行艇の開発製造を行ってきているよ。新明和工業は前身である川西航空機より引き継がれた技術やノウハウを存分に発揮しており、実際、川西航空機は錦大艇の通称でよく知られている錦大型飛行艇を当時の大日本帝国海軍への納入実績もあるんだ。太平洋戦争期において世界屈指の性能を持つと評価を受けた錦大型飛行艇は、川西航空機の菊原静雄技師を中心に開発された機体であり、1942年に日本帝国海軍がこの機体に惚れ込み、正式採用に至ったわけだな。この菊原静雄技師によって開発されたのは2式大型飛行艇だけではなく、極地戦闘機として名高い市電及び市電海をも開発しており、日本の航空機製造に多大な貢献をした設計技師でもあるぜ。2式大型飛行艇は、第一次世界大戦の幕を閉じた後の世界の軍縮の流れから開発されたものであり、アメリカ海軍を最大の仮想敵としていた大日本帝国海軍が水上戦闘艦の建造を、この艦の軍縮条約等で規制されたことが発端となっているよ。当時の大日本帝国海軍の構想としては、水上戦闘艦の代わりとなる航空機の攻撃によってアメリカ海軍と対峙するというものであり、そのことから、航続距離を長く持つ陸上攻撃機によって、それらを射程距離外から叩く戦術の実現化を考察していたんだ。もともとは陸上攻撃機の開発が求められたんだけど、第一次世界大戦の結果、日本の移民統治領とされた元ドイツ領にあたるミクロネシアなどの島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機を運用可能な飛行場の確保が困難を極めた背景があったみたい。だからこそ、飛行場を利用せずとも、海上から飛び立つことができる大型の飛行艇の開発を必要とし、川西航空機はこの機体に応える形で97式飛行艇を送り出し、1936年に大日本帝国海軍に正式採用された功績を持つんだ。国内で初めて量産されることになった97式飛行艇は、4発の機関部を備えた大型の飛行艇として誕生し、これをベースにさらなる大型化を図った機体の開発が1938年から着手されることになり、その結果1940年12月に完成を果たし、1942年に正式採用されたのが、2式大型飛行艇というわけだね。こうやって US-2 救難飛行艇の歴史の紐を解いていくと面白いものが見えてくるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊の総流型潜水艦の11番艦応流にリチウムイオン電池が搭載されたのは知っているかな？知ってるよ。
でも実は、10番艦まではスターリングエンジンを搭載していたんだよね。11番艦からはリチウムイオン電池を乗せ、馬力も8000からダウンしたらしいな。さて今回はその経緯について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。スターリングエンジンも良かったんだけど、低出力がネックとなり現行のリチウムイオンバッテリーの前に採用が変更。高出力のバッテリー搭載が可能となり、リチウムイオンバッテリーの進化は今でも驚くほどで、親潮型潜水艦でも交換できる時代になればいいよね。最近はエンジンではなく蓄電池を使用する潜水艦が増えたイメージだけど、もはやエネルギー資源が地球からどんどんなくなっていることも関係しているのかもしれないし、巷ではサスティナブルが歌われているけど、この影響が潜水艦にまで響いていると思うとなんだか不思議な感覚だよ。さて、海自の操縦型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては世界トップクラスの性能と言われていて、その操縦型をさらに発展させた太平型潜水艦の1番艦太平が、2020年10月14日、三菱重工業神戸造船所において無事に進水したんだ。この太平は操縦型より喫水線は2メートルほど深いそうで、排水量も50トン上回るとのことで、海自としては最も大きい潜水艦になるね。艦名の太平だけど、漢字で書くと太平で、当然クジラにちなんだものになっていて、実は海自の潜水艦の艦名は訓令に改称、水生動物の名、水中動物の名から付与されるというルールがあるみたい。操縦型は、縁起の良い水生動物である龍にちなんだ艦名で、漢字で書くと操縦となり、この名前は、太平洋戦争で活躍した大日本帝国海軍の空母操縦と同じだな。ということは太平にもそういう歴史があるのかな？太平も大日本帝国海軍所有の潜水母艦の名前で、当時の潜水母艦というのは攻撃用というより、洋上で潜水艦への補給や乗組員の休養などの役目を担っていた艦艇であり、時には潜水艦隊の機関になることもあったみたい。この潜水母艦太平は、一朝有事の際、航空母艦に改装することが前提条件として作られていて、太平洋戦争が始まった時に航空母艦流砲に改装された太平だけど、1942年昭和17年6月のミッドウェー海戦で日本は主力空母4隻も失ってしまったんだ。この敗北によって、日本はそれ以後の戦争の主導権をアメリカに握られ、一気に崩壊の道へと進むことになるな。このミッドウェー海戦の指揮を取ったのが悲劇の南雲中将で、彼を任命したのはあの山本五十六司令官だよ。彼の手腕をもってしても、敗れることになってしまい、敗戦の責任を問われた南雲中将は、それでもソロモン海戦などに参戦したんだけど、昭和19年敵の猛攻を受けたサイパンの司令部で自決してしまったんだ。どうしても山本五十六にスポットが当たるが、秀夫の陰にはこういった人物もいたことを忘れてはならないぜ。戦争では、このような陰で活躍した人々は数えきれないほどいそうだな。そして流砲は、ミッドウェー海戦を、改めて正規の空母として扱いを受け、マリアナ沖海戦などにも参戦しており、その後、広島の呉軍港で防空砲台として使用され、1945年昭和20年日本が敗戦した1年後の1946年解体されて、艦艇としての役目を終えているよ。現在の潜水艦太平は、欧遊や東遊にも採用されているリチウムイオン蓄電池が搭載されていて、ディーゼルエンジンによる充電能力の向上を目的として新たに開発されたスノーケル発電システムも設置されているから、操縦型2艦よりさらにリチウムイオン蓄電池の性能を引き出せる仕様になっているんだって。操縦型2艦には、今までのスターリングエンジンは乗せておらず、最も最初はスターリングエンジンもそのまま使用する、つまり併用する予定だったみたいで、鉛蓄電池だけをリチウムイオン電池に交換することが検討されていたみたい。様々な見積もりをした結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池すべてをリチウムイオン蓄電池に変えた方が、費用は高くなっても大きな出力が得られるという結論に至ったわけで、実際10番艦までの建設費は1隻あたり517億円ほどだったんだけど、
高額なリチウム蓄電池を乗せるため643億円ほどに跳ね上がり、100億円以上も増えることになってしまったんだ。経費は増えたけど、馬力は減ったと言われていて、なぜなら、スターリングエンジンの送油型のスクリュー軸馬力は8000だったけど、欧油や東油は工業値が5600馬力だから、性能が低下したと感じてしまうよね。確かに瞬発的な最大スピードは落ちるが、リチウムイオン蓄電池には効率放電を長時間持続できるというメリットがあるぜ。エネルギーを使用せずに蓄電池で動かす、というのは効率的にも良さそうだよね。だからこそ、中速から高速での長時間潜航が可能になるし、海中に潜むという潜水艦としての性能はぐっと向上したということになるわけだな。リチウムイオン蓄電池の利点は他にもあって、鉛蓄電池より2倍のエネルギー密度があり、充放電の繰り返し可能回数は 1.5 倍以上、満タンに充電されるまでの時間が短い、放電しても電気容量がさほど低下しない、鉛蓄電池で心配される事故の時の水素ガス発生の恐れがないということ。体芸は、部分単核構造になっていて葉巻型のフォルムをしているけど、船体構造にも新しい発想を取り入れていて、一例だけど、浮き課題と呼ばれる構造は外国でも採用が進んでいる浮き甲板とも呼ばれるもので、艦内の機械音や乗組員が歩く時の振動や衝撃を緩和する働きを持っているんだ。その他にも、音の静かなプロペラスクリュー、音波吸収材装備などの設置によって送油型よりも一層静粛性が高くなっており、体芸型には、余裕ができた艦内スペースを利用して、乗組員居住区に女性用寝室、シャワー室などを整備していて、今後の海事における女性の最前線への進出に対応するものと考えられているよ。直近は女性の海上自衛隊員も増えたからね。性犯罪等も取り沙汰されることが多くなったが、女性用の進出があるだけで、女性隊員の気持ちも少しは楽になりそうだな。体芸には、この他に情報処理システム C4ISTAR が採用され、光ファイバー技術を使用したより進化した備品が装備されることになっていて、兵装については、親潮型や送油型と同じ、18式超魚雷とハープーン対艦ミサイルなどを発射可能な 533mm 魚雷発射艦6門を設置したんだ。18式超魚雷とは、防衛装備庁が開発した潜水艦用の超魚雷で、2022年2月までに海事の全潜水艦に装備されるはずの高性能魚雷だね。この魚雷についている音響画像センサーは、敵魚雷の追跡を欺くためおとり魚雷を見破る能力を持っているだけではなく、浅い海域では、海中の音響が複雑になり魚雷センサーが狂いやすいみたいだけど、その中でも確実にターゲットを捉えてフォルムを識別できて、かつ命中率も高くなっているんだって。さらに、最適なタイミングでの起爆可能なアクティブ磁気近接起爆装置などの最新テクノロジーが搭載されているから、まさに世界トップクラスの魚雷と言えるんじゃないかな。ところで、潜水艦に関してお隣韓国で何やら変わった違った動きがあるみたいで、韓国が持っている通常型潜水艦では日本にかなわないと見たのか、なんと原潜を保有する構想が進んでいるらしいんだ。原潜は補給なしで半永久的に原子炉を動かすことができるから、セオリー上は浮上しなくても潜航したまま活動できるだけではなく、必要な電力も自家発電可能で飲料水として海水の淡水化なども艦内でできると言われているよ。と言っても、原潜の建造には巨額の費用がかかるし、廃線後の処理に頭を抱える国が多いことは知られている事実だな。それでも韓国は作りたいのかな。最近は韓国の軍事力や防衛力が増加傾向にあるが、とりあえず何にでも挑戦してみるといった貪欲な姿勢から生まれるのかもしれないな。日本にも厳選をという意見もあるんだけど、政治的な問題が解決されたとしても、日本の現状を考えると必要な戦力とは言えないのかもしれないね。日本の潜水艦戦略とは近海で敵艦隊を待ち伏せして攻撃することになるから、潜水艦が求める性能は静粛性に尽きるし、でも、原子力潜水艦は、一旦原子炉を稼働させたら止めることはできず、機関を止めて海底にくっついていたとしても音は発生してしまうんだ。
騒音を敵のソナーに探知されやすい源泉に巨額の国家予算を注ぎ込むぐらいなら、その予算を世界各国で進められている無人潜水艦開発に充てた方が良いのではないかと思われるよ。ロシア・ウクライナ戦争でも顕著に現れている通り、戦いや防衛において人員不足は深刻な問題になっているし、だからこそ、人手を多く使用する原子力潜水艦よりも、無人潜水艦を開発した方が時間と手間も、もちろん人員も削減できそうだね。世界各国では無人潜水艦がメインとなっているのに、ここまで来て原子力潜水艦にこだわる必要はほとんどなさそう。日本も、早く世界に習って無人潜水艦の開発を進めてほしいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年3月中旬の3日間、千葉県千葉市の幕張メッセにおいて DSEI ジャパン2023という展示会が開催されたことを、皆は知っているかな？ここでは日本の防衛関連企業や海外の軍需企業も参加しての、防衛及びセキュリティの分野の様々な内容が展示されたぜ。軍事マニアたちにとっては目の色が変わる催しだっただろうね。さて今回はそんな DSEI ジャパン2023について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この DSEI ジャパンという名称の展示会は2019年に初めて開催され、2021年にも開催が予定されていたんだけど、新型コロナウイルスの世界的な蔓延の影響を受けて中止され、今回2023年で2回目の実施となったんだ。DSEI ジャパン2023には開催国である日本の防衛関連企業も数多く参加を果たしているけど、これらの企業は直接的な攻撃用の兵器は展示しないという日本側の方針のもと、電子戦兵器や後方支援用の装備品の展示に止めていたよ。ただし参加した海外の軍需企業の中には、直接的な攻撃兵器であるミサイル等の展示を行ったケースも散見され、展示会の開催国である日本がこうした政治的な建前を今に至っても崩せない状況には、多少の違和感は拭えないな。そもそも DSEI ジャパンの会場に足を踏み入れることが可能なのは、観光庁や防衛産業の関係者、並びに安全保障関連の研究に従事している人物に限定されており、内々の関係者しか直接見ることはできないようになっているぜ。それを考慮した上で、他国に日本の防衛産業の製品が直接の攻撃に使用される兵器を実際に販売可能か否かは、日本の現行法や政治的な判断に委ねるべきものであり、展示の有無によるものではないとしか個人的には思えないな。さてそんな今回の DSEI ジャパン2023だけど、やはり会場でひときわ注目を集めていたのは、日本とイギリスとイタリアとで共同開発される運びとなった、次期戦闘機の模型とそのプロジェクトに参加する各国の主要企業だろうね。日本においてそれは三菱重工業社、IHI 社、三菱電機社などであり、イギリスは BAE システムズ社、ロールスロイス社、レオナルド UK 社、そしてイタリアはレオナルド社らがそうした参加企業の代表格なんだ。この次期戦闘機開発計画は GCAP グローバルコンバットエアープログラムと称されており、今回の DSEI ジャパン2023においてもその中心を担うであろう BAE システムズ社が、盛んに第6世代機だと喧伝していたよ。現時点で第5世代戦闘機と呼ばれているアメリカロッキードマーチン社の F-35 ライトニング2を、その先の世代だと認識された機体はまだどこにもなく、その定義も曖昧だけどキャッチフレーズには使用されているみたい。さてそんな GCAP グローバルコンバットエアープログラム関連以外でも、今回の DSEI ジャパン2023では川崎重工業社がかなり変わった展示を行っており、一部ではそのパネル展示が非常に大きな話題ともなったね。ここで川崎重工業社がパネル展示を行ったのは、参加の同社のグループ企業でバイクやジェットスキー等を手掛けていることで著名な川崎モータース社が開発した、ニッケル水素を用いた二次電池の新たな用途についてなんだ。この川崎モータース社のニッケル水素を用いた二次電池は製品名をギガセルと称するんだけど、
今回川崎重工業者は DSEI ジャパン2023においてその用途として、航空母艦の電磁式カタパルトの動力源とすることを提示したみたい。航空母艦のカタパルトといえば、それらの艦艇から艦載機である機体を強制的に加速させて射出する機構であり、機体自身が自らのエンジンの出力によって発艦する場合に比して、より短い滑走距離でそれを可能とする仕組みだね。また距離的な問題に止まらず、発艦する機体に対してより多くの燃料や兵装などを搭載した状態で発艦させることが可能となるため、機体の持つ航続距離や攻撃力を向上させる装置として、アメリカ海軍等の艦艇で運用されているぜ。実際にはこの2023年3月においてカタパルトを装備し実戦配備された航空母艦というのは、アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦10隻とジェラルド・アール・フォード、そしてフランス海軍のシャルル・ド・ゴールの合計12隻のみだな。このうち最新鋭のジェラルド・アール・フォードは電磁式カタパルトを装備しているけど、これを除く残りの11隻の航空母艦のカタパルトは全て蒸気式のもので、フランスのシャルル・ド・ゴールもアメリカからの技術供与されたものだよ。蒸気式のカタパルトはまだアメリカ海軍の主力である10隻のニミッツ級航空母艦で使用されており、これまでも中東などでの実際の戦闘で運用され、そのシステムの信頼性という点では非常に完成度が高いことは言うまでもないんだ。しかしアメリカ海軍はこうした伝統と信頼性を誇る蒸気式のカタパルトから、より様々な重量の機体や、同じ機体でも搭載する内容物によって微調整が可能な電磁式のカタパルトの導入を決定、ジェラルド・アール・フォードに搭載したぜ。ただし2017年に就役を迎えたジェラルド・アール・フォードではあったが、電磁式のカタパルトをはじめ初めて導入された新機軸の装備が他にも多数あったことも影響し、事実上は2022年までの5年間は実稼働状態とは言えなかったな。アメリカですらきちんと稼働させるのに時間がかかっているんだね。それほどまでに、かのアメリカ海軍ですらも実用化に時間を必要とした電磁式のカタパルトだけど、中国海軍は2022年6月に進水させた同海軍3隻目の航空母艦の復権にそれを装備すると世界に向けて喧伝しているよ。心意気は認めるけど、中国には難しい気がするよね。電磁式は言うに及ばず、カタパルトの装備自体が初となる中国海軍の航空母艦において、それが実際に可能なのか否かは、今年2023年春先からと予想されている復権のテストの進捗を見てからでないと、何とも言い難いように思えるね。ちなみに中国はこうした復権のような航空母艦に限らず、今後は航空機を運用可能な強襲揚陸艦等にもカタパルトの搭載を推進していく方向だとみなされており、実験のテストはそれらにも大きく影響を及ぼすだろうな。それは今後の軍事的な潮流としても、強襲揚陸艦等に無人航空機を艦載機として運用することへの後押しとなる可能性があり、有人機よりもはるかに軽量な無人機の艦載機化とその運用を占うものとなるのかもしれないぜ。さてアメリカ海軍のジェラルド・アール・フォードだが、そこに搭載された電磁式のカタパルトは、イギリス海軍との共同開発によってゼネラルアトミックス社が実用化したもので、仕組みとしてはイーマースと呼称されているよ。この電磁式のカタパルトイーマースは、主として4つの要素を持つシステムで構成されており、それはモーター、バッテリー、コンバーター、制御システムで、その中でもバッテリーにはフライホイール形式が採用されているんだ。フライホイールバッテリーとは、充電や放電を行うに際して化学反応を媒介させてそれを行う蓄電池と異なり、構造がシンプルで耐用年数が比較的長く、加えて整備性が高いことが利点として挙げられているな。川崎モータース社のニッケル水素を使用するギガセルは無論蓄電池に該当する製品なんだけど、すでに路面電車等への採用や各種の蓄電用の設備に実績を持ち、大容量でかつ高速の重放電に対応し、環境にも優しいとされているみたい。日本で軍事用に使用されている蓄電池といえば、最新鋭の太平型潜水艦にも搭載されているリチウムイオン電池が思い浮かぶが、ニッケル水素電池はこれに対し、大きく重く重放電時間も長いが非常に低コストだと考えられるよ。
軍事用として見た場合、コストの安さには価値はありそうだけど、運用上で重放電時間が長いというのはかなりのデメリットであり、果たして川崎重工業者が唱えるように電磁式のカタパルトの電源足りうるのかは少し疑問にも思えるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。